ミステルバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区バイロイト軍に属す、町村で、ミステルバッハ行政共同体の本部所在地である。この町は、バイロイトから約7キロメートルの場所に位置する。この町は、公式には6つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落は、首有のミステルバッハのみである。ミステルバッハは、 1125年5月4日に初めて文献に現れる。1321年からは帝国騎士一門、ミステルバッハ家の所領となるが、この一門は1563年に断絶した。1792年からプロイセンのバイロイト公領の一部となったミステルバッハは、ティルジットの和訳により1807年にフランス領となり、 1810年バイエルン王国領となった。この地域の人口は1970年1340人、1987年1502人、2000年1545人であった。町長はマティアス・マンである。ミステルバッハの町議会は12議席からなる。赤字に2本の十字に組み合わせた銀色の小刀が金色の巨子状の帯の下に描かれている。 赤字に、金体はかつてこの地域を所領とした、ブランデンブルクバイロイト編境博に由来する。銀の小型名は、聖、バルトマイを象徴する。ありがとうございます。